俺、マルコス、ディーバ前転を使い続けて4年は経ったよ。毎日切り続けてたら、ついに大須に前転まで合わせられるようになったよ。うん。というわけで、情報修正によって、あれです。マルコスの前転が、まあ、大須合わせれるぐらい速くなっちゃいました。まあ、よく見てもらえばわかると思うんですけど、まあ、打ってから上げてるんですよね。はい。という感じで、まあね、やばいね。で、まあ、もう一つやばいことがあるんで、ちょっとそっちもね、見ていただいて。はい、もう一つが、マジスクからのフルークにダメ化が合わせれるようになりました。これね、ボイドしかできなかったと思うんですけど、確か。マルコスでも全然できちゃう。です。はい、やばいです。はい、やばいです。以上。はい、皆さんこんにちは、会長気象署です。というわけで改めてね、挨拶してるんですけども、今回ですね、マルコスが、まあ、情報修正されたんで、まあ、やっていきます。マジで強くなった。発生速度カードのねが、まあ、上がったんですけど、ボイドより速くなっちゃいましたね。もうやばいっす、やばいっす。もう手がつけらんないぐらい強い。ということで、まあ、今回はフリーバトル2回、バトル2回って感じで、まあ、後半バトルの方が気持ちいいんで、良ければ最後まで見てってください。でね、冒頭に、まあ、見せた通り、まあ、ルチの、応戦にも前転合わせれたり、まあ、マジスクフルークですら、ディーバ合わせれたりとね、もうなんかチートっすね、チート。もう全部合わせれるということで、最初ダメカさんなんですけど、まあ、最近のマルコス大会だと特に回復なしが多いんですよね。もうダメカを多めにして、まあ、絶対生存みたいな、まあ、チュンリーが多かったりすることから、まあ青ドルケ積んだりしていることがまあ多いんですけど、まあ、そんな感じで今回はダメカ多めでやっていきます。でね、まあ大会でね、できることはね、あんま変わってないんですよ、正直。まあこの情報で。結局、上手い人って、まあ元々のカード発生でもマルコス元々早いんで、まあ、グスの周囲とか、周囲とか合わせれて、元々。まあだから、まあやれることは変わんないんで、まあ大会の環境はそんな変わんないかなっていう、マルコスの情報では。まあただ、まあバトルでね、めちゃめちゃ強くなったと思います。まあ長時間やって、でも、まあ、このめっちゃ発生早いんで、まあ、ある程度遅れてもね、間に合うっていうのと、まあ、もともとカード発生じゃなくて、カード合わせとか苦手な人でも、まあ、合わせやすいとか、あったり、なんだろうな。まあ、マルコス苦手だよっていう人とか、でもかなり強くなっちゃうんで、まあ、舐めてかかるとしばかれます。だから、まあ、バトワリ環境でマルコスがめっちゃ強くなったかなっていう印象ですね。来シーズンマジでやばいと思う。めちゃめちゃ多いと思う。はい、はい、はい。いや、マジで気持ちいいね。50固定でこの火力だから、まあ、バトワリ行ったらもっとやばいですよね。で、メダルはアシオン・ケンさんです。はい、やばいね、これ。楽しいね、本当に。いや、リリマルね、やられてる側はガチでね、つまんないんですけど、まあ、やってる側は本当に楽しいんですよ。まあ、だから、まあ、イライラしたらみんなリリマルしましょう。ちなみに、相方のリリカは男です。はい、残念ながら。うん。というわけで、次の試合行きたいと思います。はい、2戦目になります。2戦目。もうデラクラですね。相手も似たような編成なんですけど。まあ、デラクラ4倍だっけ、まだ。なんで、まあ、デラクラ多めですね。
まあ、嬉しいんですけどね、全然。で、今回はダメか4枚にしてます。まあ、カード発生ね、他のカードも速くなってんですよ。普通に単発動とか、まあ、ガブとかも速くなったんで、まあ、それでもいいんですけど、まあ、マルコスといったらダメかの発生速度なんで、4枚積んできます。はい。まあただね、長所って属性変換しまくってると、ダメか忘れなくなるんで、まあそこだけね、気をつけた方がいいと思います。ダメかの、ダメかを切れるように属性変換をあんまりしないみたいな。はい、やっていく。先生。手先 C 触りたいね。マルコスの弱点って、まあそれぐらいかな。調子乗っちゃって、属性変換して、返り討ちに遭うってことが、相手が上手ければちゃんと属性変換してるかしてないかって見てるんで、まあ気をつけてください。まあしなくても、三角すれば、火力は出るんで、まあ楽しくなっちゃうのは、わかるね。全然わかる。で、今回はね、まあ、リリマルの編成をね、見せるんじゃなくて、マルコス単体なんで、まあ、デッキは適当です。味方もなんか遊んでるし、まあ、ミクもシナジーないんですけど、まあ、マルコス単体の強さはね、お見せしたいですね。はい。それかけ最強、それかけ最強。はい、やっていく。全然あったから逃げる。もう枝当たんない人はもうそれかけ積んだら強いかもしれない。はい、やっていく。相手がうまいよこれ。枝硬直にアバカン当てて、これは手うまいっすね、普通に。間に合っちゃうんですよね、ダメか。うまっ、うまいんだよな。相手のルチアンうまいっすね。こうやって僕みたいに調子乗って前に出まくると、返り討ちになります。なんで、ちゃんとね、ポータル関与して、安定した戦いをね、した方がいいと思います。ちゃんと保険でね、合わせてきます。まあ大瀬はね、もう絶対 D 場合わせるんで、ヒーロースキルじゃなくて D 場の方がいいと思う。これも枝からの通常が、ん、枝からの D 場間に合っちゃうぐらいね、早いんで楽しいね、本当に。リリマルはガチで楽しい。はい、次からバトアリーに行きたいと思います。バトアリーの方がね、火力的には気持ちいいですね。はい、3戦目です。またデラクラっすね。今年もね、終わりますね。30日かな、今。明日何の動画出そうかなって思って、締めなんで。まあ、年始は、元旦から確かブンストコラボだっけ。なんで、まあ、ブンストコラボのね、動画出そうと思うんですけど、まあ、年末どうしようかなって悩んでます。まあ、動画はこれアップする頃にはもう決まってんのかなって思うんですけど、現時点では悩んでる。今撮ってるのが、12月30日の、夜中の2時。というわけで。ただなんか、コンパス年末年始のイベントとか、あるわけじゃないから、まあ、改まって出す動画なんか、ないっすよね。で、今回からバット割りです。味方が240リリカ。です。はい。で、僕は210マルコス。アバカン4突で、まあさっきも言った通り、マルコス別に回復なくても戦えちゃうんで、まあ、ダメかとりあえず積んどいて、
まあ、マジスクはあってもなくてもって感じで、あとは自分が積みたいカードというか火力の高いカードを積んじゃってもいいかなって個人的に思ってます。やばいよね今2228って。はい、リリカポータルなしで3000くらい出ちゃうから。はいはい。逃げます。あんまり調子乗るとバトルはさすがにね、真面目にやります。もう無理に詰める必要もないから。これヒーロースキル間に合うの強いな。やられていくかな。相手のデルミエステ低いね。背が低いんじゃなくてどうなんだろう、デッキが。まあデルミンって暗示だから軽く出づらいっすよね。イエーガーじゃないのやばい。やばい。あらあらあら。おお。はいはい。ダメかな、上から3900出て。やばくないですか、一発8000か。この火力よね。マルコスはね、楽しいね。まあ、枝当たんない人もいると思うんですけど、当たんなくてもなんとかなるんで、僕もあんま当たってないんで、全然使えると思います。では、ラスト、試合いきます。はい、ラスト、バトリです。グレートウォール。まあ、リリマル、グレを初手詰められたらきついんで、まあ、このステージだとバトルでやるならある程度捨てないときついかなって感じですね。迎撃できないと、まあ、そのまま積む可能性があるので。ギルノホジャンヌ、うん、まあ、それかけもらったんすけどためですかね。相手のジャンヌが徒歩っぽいんで、相手溜まっちゃうから、3点初手欲しいっちゃ欲しいけど、上からやれる火力もないと。これもね、やばくない？上から引き連で、まあ、リリカは間に合わないんですけど、まあ、マルコスはね、間に合っちゃうんですよね、ディーバ。ちょっと浮いたけど。マジで強い。だからリリマルしてる時が一番コンパスしてる感じするの分かる。まあなんか高火力でバシバシしばいてるからだと思うんだけど。ただソーンとアダムの情報をしたり、なんか運営はアダソンを推奨してるようなんですけど、アダソンの動画も出そうかな。ただ別にアダムとソーン一緒に出すメリットあんまないんすよね。ソーンはソーンで強いステージあるし、アダムは別にソーンと組んでもあんまメリットないし、ね、やばい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 。で相手はリリカーに殴られたくないから前転張ってるけど、さあどうでしょうか。ヒーロースキルどう対処するかですね、僕らは。さあ打ったね。キルがいるから殴れるかな思ったら、味方がリリバフ入ってくれたんでナイスって感じ。ワンパンえぐない。はい、ワンパン。これですよ、これがしたい。
ワンパンでワンパン、通常ワンパンってやばくない？はい。さあ、初めてのアバカン。なんか引き連全然食らわないですね。防御が高いし、三角でさあやっていく、さあやっていく。やっていく、やられていく。何キルしたんだろうな。やばいっすね本当に。でもリリマル対決になると、ミラーになると結局捨て高い方が、まあ、リリマルって大体勝つんで、まあそこだけ訂正の方は気をつけた方がいいかな。まあ、マルコス三角すれば強いんだけど、ミラーになるとやっぱ不利だからね。10キルやべえ、気持ちいいですね。まあ、というわけで、リリマルが、まあ、ガチで強くなったんで、まあ、来シーズン皆さん困ったらリリマルした方がいいと思います。なんなら、マルコス単体でも強いんで、まあ、全然、マルコス単体でも、まあ、捨てあるなら、ノラマルも別に僕は嫌いじゃないんで、全然バッチコイです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また明日、大晦日お会いしましょう。では、さよなら。